マサトブルーの次こそものの上手なれということで、お久しぶりでございます。ございます。最近調子はどうですか？はい、最近調子は全然釣れてないっす。そっち釣れてないっすか？はい、宮古行きましたね。はい、2回行きましたね。はい、何匹釣れました？何匹釣れました？2回で。2回でゼロです。嘘だ。はい、1匹釣ったじゃん。1匹。クソ奇跡的なやつが釣れましたね、はいはい、あれは釣れたのか釣れちゃったのか。いやいやいや、釣らしていただいたって感じですかね。でもアクションしたのは俺じゃないからね、はい、まあ何言ってるのかわからないとは思いますが、事件が起きましたね。はい、ルアーを結んで俺が投げたら釣れちゃったっていうね、はい、でかい魚がね。なんか本当動画撮っとけば面白かったね。あ、どうする。笑いが止まんなかったですよ。本当にっつって、はい、まさか俺後ろで自分の背中でフッキングして魚と戦ってる男がいると思わなかった。まあ、あの説明すると、あ、このルアー使えよ、はい、で渡して結んで、はい、でちょっと稼よ、竿貸せよ、釣りだもん。あ、これでこのラインだな。はい、でこれでこうずっと自分でアクションをピンピンってやってたらドンってきて50近いのが釣れてしまったっていう、琵琶湖ならではのお話ですね。はい、はい、というあのちょっと前置きは、終えまして、はい、今日も緑シリーズ、はい、グリーンシリーズということで、はい、今回は何ていう名前でしょうか？こちらの方はモイストモス。モイストモス、なんか可愛い名前だね。はい、入れ物もすごく、ちょっと見せてあげてもらっていいですか？モイストモス。モイストモス。モイストモスって何ですか？苔？苔です。はい。苔です。はい。苔です。どんな特徴があるんですか？はい。これは今眠ってるんですけど、お水をあげると目を覚ます苔です。なるほど。まあさっきねちょっと見せたんですけど、まあこのね、スプレー状のね、この霧吹きが、はい、ここにもう出ている。今ね、これね、寝てます。寝てます、はい、寝てます。寝てますが、はい、これがなんと水をかけると起きるんですかね。はい、綺麗にこう花が咲くじゃない、葉っぱが開くっていうのかな、はい、うん、葉が開くその瞬間がね、僕の今生きてる唯一の癒しなんですよ。もう仕事疲れたーって時にこれ机の上に置いてあって、これシュ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 ってやると、よし頑張るぞっていう気になる、うん、そんなやつです。こいつはそんなやつです。じゃあ実際やってみる？はい。どんなにこれが変わるのか、ちょっとやってみる？やってみます。やってみよう。いやー。ちょっとこれ持ってもらっていい？あ、ここで。このぐらいでいいですか？今寝てます。じゃあ行きますね。もうちょっと気持ち、本当ね、この辺で行こうか。この辺で行こうか。よし。行くに、はい、ちょっとまず半分行くに、半分半分。今寝てます。わかる？やべ、わかる？あ、わかります。わかる？わかります、わかります。起きたのみんなわかるかな？半分起きてますね。半分、はい、半分起きて、はい、半分寝とるで。こっちが、あ、そうですね、今かけた方、起きとるで、はい、寝とるで、はい、
わかるよね、多分。葉がふわっと。ただね、生で見るとね、もうちょっとわかりやすいんだけどね。うん、色も違うし。じゃあもう半分いってみようか。はい。待って。どうでしょうか。行くに？行くに？はい。ちょっと下だけいってみようか。上だけ残そう。下残すか？はい。これでちょっとわかるかな。また。ここがここだけ。眠っとるね。眠ってます。だいぶ開いたね。はい。最初のやつとね、比べてもらうと全然、今ね、これカリカリですよ、カリカリ。はい、カリカリですけど、しめしめです。しめしめっておかしいけど。ちょっとでもね、ちょっとこいつ、あれだね、成長しすぎじゃねえかな。もうちょっとなんか、あ、この辺わかりやすいかもしれんな。あ、冷たい、冷たい、冷たい。あ、綺麗なグリーンになったね。綺麗なグリーンになったね。あ、綺麗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 。うんうん。だいぶちょっと巻き戻しして見てもらうと、はい、分かるんちゃうかな。まあ、これまた乾燥してくるとさっきの元の状態に戻るんですよ。でまた水を吹きかけると。こうやつのようになるんですよ。はい、なるんですよ。ただこんだけなんだけど、うん、可愛くない？可愛いです。こんなひげ面のおっさんが言うのもなんだけど、可愛くない？可愛い。すごいですね。癒しのモイスト、モス。ちょっと想像以上に可愛いでしょ。あのパッケージも可愛いし、パッケージ出してもらってもね、こうちょっと木でできてて可愛いし、ポンと置いといてもね、全然なんかデスクの上とか家のそれこそテーブルの上だとか自分のね好きな場所に置いといてもらっても、なんかさ、やっぱ植物でも反応してくれると嬉しいよね。まあ動物とまでは言わないけれども、うん、いいよこれ、すごい。寂しがり屋の俺にはいいよ。寂しがり屋なんですか？いや別に。いや別に。そんなことはない。どっちかっていうと一人が好きな。でもさっきは触りすぎだら、エロいら、エロいだら。何を想像してそんな触っとる？もう最初はカサカサだったんで、うん、パリパリだったんで、うん、今もうすごい。だいぶ、はい、なんかさ、でもすげえもっさもさなんで、俺の持ってるやつと全然違うんだよな。何これ。だいぶでも違うんじゃないかな。ちょっとこれと、うん、なんか対象物があると分かりやすいんだろうけどね。対象物があると、あ、ちょっとさ、あ、色ももう全然違います、ね、これがカラカラバージョン、これを寝てるバージョン、シュッ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 シュ、水をかけて葉が開くと、起きると、うわーすごい、緑が綺麗やね。わちゃわちゃになってます。ただただそんだけなんですけどね。ただ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 そんだけなんですけれども、うん、癒しなんです。癒しなんです。癒しなんです。これいくら？これ1200円。ねえ。たったさ、はい、1200円でさ。このイヤッシーがもらえるんだぜ。イヤッシーがどうよ、どうよ。これはとてもお安い、うん、いい買い物だと思いますよ。ジーンズ大和向山店1200円、いいと思うよ。はい、うん、
もう店長からプレゼントしちゃえば明日先着10名ってことうん1200円だよする。うん、いいんすか。いや、お前のお金だよ俺の金じゃないよ。3つぐらいいんじゃないお前。3つぐらいならいいかいいの本当に、はい、じゃあもう日にちとか言っちゃうよ俺。え、何月何日か言っちゃうよ。どうぞ。何個、1個プレゼント何個。3つにしましょうか。3つ、はい、どういう条件にしようか。何か買ってくれた人にする。ジーパン1本とか。何か、いや、あのブルーブラックとか YouTube 見ましたって。じゃあ、ヒデ店長 YouTube、 モイストモスの YouTube 見ました。で、3個プレゼント、はい、1人1個ずつですよあ、1人3個はダメだもんね。1人3個はダメだもんね。3つはね、うん、なるほどね。いつにしようか。今日何曜日だ、木曜日。土曜日いないじゃんね。日曜日にするか、はい、じゃあ日曜日に。4月のこれ、うん、これちょっと在庫がないな。でもな、こっちにすれば。こっちん誰もいなくなってます。画面から誰もいないあんまないでさ。あるのかこれ在庫。あるなら在庫いいけど。在庫裏にあんのか。あります。10個ぐらい ある、はい、あ、じゃあ、じゃあこれでいこう、はい、モイストモス、はい、ヒデ店長にモイストモスの YouTube 見たって言ったら先着3名、はい、4月の何日、日曜日11です。4月の11日4月の11日、ジーンズ大和向山店、朝10時からオープン。はい、はい、ヒデちゃんいるね。いるね、朝からいるね。モイストモスの YouTube 見たヒデ店長、これでいきましょう、はい、3つプレゼント、はい、お前気前いいな。え気前がええな。気前がええわ。どうぞ一言。はい、で4月11日日曜日ですね、朝10時オープンなんですけれども、YouTube モイストモスの YouTube 見たよって言っていただければ、プレゼントいたしますので。いや、俺もじゃあ10時に言っていいってこと。YouTube 出ましたって、はい、出ました出すダメ。それはやっぱお客様にお渡ししたいって。そうですね、そうですね、はい、じゃあ、今回はモイストモス、最初カラカラ、最初カラカラだけど水をシャ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 って言うともっさもっさに綺麗に歯が開くということで、そして4月の11日朝10時、ヒデ店長、モイストモスの YouTube 見たぜ、先着3名プレゼント、はい、やったね、やったね、お客さんみんなもし4番目の人はヒデ店長4番目ですって言ってみてください。サービスがあるかもしれません。何かありますかね。何かあるかもしれないんで、4番目の人はぜひ、はい、はい、言ってください。では今回は精神峠さんのモイストモス1200円です。本当にこんなちっちゃい植物なんだけど楽しく優しく僕を癒してくれるんで、皆さんのお供にもなると思います。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは、まあこの動画がいいと思わないと思うけどみんなね。いいと思わないと思うけど、思わなくてもいいねは。お前だ。そうですね。別にチャンネル登録もしなくて別にいいですよ。いや、してください。してください。ベルマーク。よろしくお願いします。はい、はい、ち
ちょっと最近ねこの緑バージョンばっかで釣りのことを全然やってないんで、はい、そろそろ釣りも行き出して、うん、いやバンバン釣ってますけど、はい、はい、ヒデさんが全然釣れないもんですから。そうですね、全然釣れない、はい、ちょっとね次ぐらいからそろそろまた釣りの動画撮り始めたいですね。はい、そうですね、うん、はい、ちょっと緑に今走って逃げてますんで。じゃあヒデさん次密着琵琶湖ボート1日っていう動画撮りましょうか。いや僕は釣れないっすよもうだから延々釣れない動画を延々回すってのはどう釣れない超早送りで釣れない動画を、だから大体10時間から12時間ぐらいボート乗ってるら、はい、そうですね、それを10倍速ぐらいで早送りでトゥルルルルルってやって一匹も釣れないで終わるっていう分かんない、そういう時に、まあ、何があるか分かんないですね。分かんない、釣れるかもしれないからね、まあ、うん、まあ釣れるように頑張ります。そうですね、はい、じゃあまた琵琶湖に行きましょうか、はい、ウィードこんなもっさもさになる前にちょっと新芽の時期にもう一回行って、はい、4月の時に行って釣りましょうか、はい、ということで、なんだっけ、マストブルーの好きこそものの上手なれ、今回は終了といたします、はい、それではまた。